つような戦い方をしてきましたね。戦場に対してのパラノイア、ダークにかかった。ただキルに関与することはできないパラノイアです。フナティックメイン3名、サイトなんかすでに取り返すことができている。デンジャーの射線からどう止めるか。さあここからはチェーンです。ナノスターメン、さらにボースターのグラビティウベルもスターが設置されています。うわ偉い、あブロッキング戻しましたね。偉いかったな今の、今のマジでフォクシー偉かったんだけど、あそこでフォクシーが代わりに死んであげればデフューズしてるプレイヤー死んだっていうタクになるから、ウチの急に、うわ強すぎ。そうデフューズしてるプレイヤー死んだっていうタクで打つのやめるんだよね一旦。フナティック第1ラウンドハーフいけた可能性もあったけど惜しかったな。 B サイト上からメインに対しての初戦、よくやるでしょ。ディストラウンドも見せた位置です。そうでしょう、取ってますね。でもボスさん覗きにコーペできないよね、キャラ的にも。オペレーターを構えています。的にもあんまりブラインドサイドから基本カバーの抑えになるから、ゴールドローンが破壊されないようにと流し込み、ボースターの射線が通った。オペレーターでのファーストブラッドですが、ボクシーラインがヒロを落とした。さらにバズがサイトリンク側からのピークです。しかしデンジャーの射線からはダーク3対3。オースターオペレーターでいうとかつての国際大会でもありました。さあリンク側バズ、サイドに残っていたダークを落としたリテイク、フラグメント、パラノイア、位置を絞って確実に当てていったが、今度はアルファイアのオペレーターだ。どんどんスイッチしてきますね。上からのマコ、その位置にはオペレーターデンジャー、なんとか下がれた。ワンブイツー、ただバズのオペレーター勝負。ジャンピング。うまいねー、抑えてますとバズ。そして通せますね。サイト中に粘れるか。サイト上乗った。今なんかディメンショナルドリフト。位置が補足された。いやうまく立ち回った。ただあと一人が見えていない。アルファイアのファーストブラッド。ダーク上からフラッシュ。リテイクをかき乱す。いやーこのダークのポジションがやっかいすぎますね。メイン振り向いて対応した。うわ定点これちゃんとモロ入ってる。カイジもハーフが通している。正面フォクシーライン、いやうまっ、アルファイア避けねんの。いやただこれは次うわうめー、すべてがうまい。さらにタレット設置、これ走ってもセーブできないね。おお惜しい、これは逃げることもできない。一人は削りましたが、わスパイクに飲まれます。あまりありません。見えた、オペレーターで覗くバズですが捉えきれず、一発外したところを皮切りにリコンボルトを入れて一気にエントリーが始まりました。リンク側に対してはノバパルス、スネークバイトもある中スモークラカン抜きました。ダークあえて強気に動いたんですけど、バズ4対4パソリテイク固まって打ち合い、ベインフォクシーナイン、ダーク1人返した。人数有利は DRX、 フラッシュ合わせダブルピーク、逃がさなかった。 DRX 混戦状況でも丁寧なラウンド運びでした。3対3に追いつきます。デンジャー側のスネークバイト縦にコズミックリバイドを切って入っていく。サイト中デンジャー側手前に入るフォクシーラインの姿、後ろからカバーするバズのオペレーターの射線によってクロニクルが倒れました。いやうまいですね DRX の対応、それでいて強気だ。フォクシーライン強気に打ちゃう。さらにはマコも合流しました。ただそのカバーにはアルファイアンがついています。フナティックタイムアウト後 B サイト側を選択しましたが、うまい、ここにもオペレーター、このセットアップも DRX に対応されました。聞こえている換気通路を活用してハサミの展開ですが、設置ポジションに対してはスパイカメラが映っている。抜いたフラッシュバックこいつ完全に落とした。ストリテイクだ。エータはもう分かっている。マコが抜けを許しませんでした。ボースターが倒れます。ただそんな中でもアルファイアが外周からブリッジ周りワンピック取っている。ただバックサイトメイン 1v4、ここもベインが守った。うますぎだ。7対3。エントリーに対してのカウンターリコン。壊せない。抜いていきます。ナノさんも超えたところアルファイアダーク。ただ早めにベイン降りました。しかしここはリコンボルトに移った。クレジット状況苦しかったフナティックが A サイト制圧。フラッシュドライブ早めの勝負。メインからのカバー。いいカバー。ギリギリ通しました。ワンブイツー。ただこれでショットが聞こえたでしょう。早めのエントリーブラインドサイドサイト上に乗った今のフラッシュ投げアルファイアの立ち回り、武器を持ち替えた。バズも警戒している。ただアルファイアうまくサイトからメインに引くことができました。
解除を待つフナティック。お手前のショブルダークが打ち勝ちました。どかすという使い方もありそうですが、ハンターズフューリーこのタイミングでクロニクル切りました。リンク側切りましたね。これで一箇所を潰した形になりました。ただこの面白いところ取りましたね。カードに隠れているマコパシフィックルを見せたが、タイミング難しいですね。これは警戒していたかヒロ、5対3の人数状況。 DRX 残り3名。さグラビティベルナノスワームの合わせ、ケージをゆっくりと超えていき、トラップアイアは警戒している。ただバックサイドベインがすでに寄っている。 A ヘブンはどうだ。しかし横のラインフラッシュバックダブルキル。プレーターを構える。バズはボースターに落とされた。 1v3初期に持ち帰ってヒロ入りました。崩れる結果になりました。さあこのリンクの進行、 DRX 人数をかけているが、パスバラとボースター、さらに後ろ黒に来るダブルキル。すげえ綺麗に2段になってたな。あれ意図して2段やってんのかな。多分意図してるんだろうけど、ミッド外してるからちょっと無理ゲーだったな。残ったのはマコ1人です。スモークの隙間からワンピック、ロープ経由。会場でも強っ、おーという声が上がっていました。それでもワンピック取ってノバパルスもかわしました。なのにエイムはめちゃくちゃ落ち着いてます。おーって間に合わないだろうな。とかギリギリ間に合いそうですけれども、バックサイドすでに寄り切っている。あ、目的だから間に合うかも。クロニクルはもう設置止めるだけでいいですからね。あーエイム早っ。足はできなかった。そうですね、設置ギリギリ通りませんでした。グランドリステラでかかったね。今リコボル、あー、ドローですね。ドローを流しましたから、A側にはホールドできてますね。 A フェイクからの B サイト、あー偉いな。アルファイア、リンクからアルファイア、ナノスアーム当たってましたね。サイトエントリーをうまく潰すことに成功しました。取り返しのアビリティです。あ、定点があるんだ。プラントのまたはダークのブラインドサイド2つですね。リコンボルトと合わせたいですよね。ヤバコスモークなんか、このタイムから隠れた。うわ、マコ、素晴らしい時間稼ぎ。2キル目、マコやばすぎ、優秀すぎる、この男。十分時間を稼ぎました。ショットボルトにフラグメント、アルファイアとキルが続きますが、え、ワンチャンス。うわ、フラッシュバックダブルキル、うまく引きつけて、クロニクルが打ち勝ったものの時間はありません。フラッシュバック強い。今までにない動きです。ただ今回は B 側に人数を固めて攻めようと狙うのが DRX、うん、アウトローの銃声も響いてなかなか勝負がしにくい状況。アルファイアの位置にはパラノイア、リコンボルトが入りました。映ったところを壁抜きで圧をかけるのは DRX ですが、これファストリテイク狙ってますかね。ただプラントはどちらかというとオープンのところに置きましたね。設置位置は変えました。サイト内側です。さあデンジャー耐えられるか。抜いたのはアルファイアです。下がりきった。これウルト…あくまで遅延じゃないか。フラッシュドライブ、ウルトがねえな。ただデンジャーの抜けたところにはリコンボルト、スネークバイト、グラビティベル、限界すぎだろ。500回以上の差ありますが、ショックボルト、ただベインのショックボルトでダークが落ちました。お、うまい。ハンタースキューリー、あ、これ下がりきった。ハーフまでは通しているがカウンターのハンタースキューリー、うまー、ナイスウルトすぎだろそれ。ハーフまで通っているため、この解除を止めることができませんでした。今のできますが、ダークのオペレーターは刺すことができるのか。メインクラウドバースでかぶせられた換気抜けに対してはクロニクルがしっかりと対応しています。バックサイト、ダークの位置にはバズが入り込んでいる。それでも外周のボースター、それでもバズが崩しました。さらにマコもクロニクルを落とした。これは打開できましたね。クラシックながら A ヘブンとの打ち合いに勝りました。正直アルティメットも切りたくないですか。おお、切った。ロックダウン切った。スポンガはアップドロット、逃がさなかった。アルファイア、あ、これ食らわないんだ。メインスモーク、え、何このスモーク、あえて面白い。これ低めにしましたよね。そうですね。ただ解除、ハーフまで通した。ハーフ上げてる音を出した。あ、惜しい。アルファイア駆け引き勝りました。ユニークなスモークの使い方でしたけれども、アルファイア対応しました。え、飛んだ。バージョン2メインと換気のセットアップ。ただファーストブラスターアルファイア、ミッドのフラッシュバックが落とされました。バズの姿はオールドロンに視認されましたが、うまくこの落とし穴を経由しての引き方になりました。さあ、ドゥエルコマンドを切ったのはフォクシーナインです。換気側2名体制、肩が見えた。この試合代表
さあこのエータは挟み込まれる位置、ディメンショナルドリフトからの取り返し、残ったのはベインです。ロバパルス、うん、アルティメット解除、最後はダークのキルです。ボムが難しくなりました。ダークのオペレーターはスポーン側、このセキュリティからの射線、斎藤へフラグメントが入ってきた、かわすしかない。エリアは固くキープできている DRX ですが、この武器の火力差をどのように解決するか。そうなんですよね。バックサイドの再開し、フェイクアウトからブラインドサイド、オールドローンも入れて、うわ神フラッシュすぎ、徹底したアビリティマーシー、ブラインドサイド2つ目です。ボクシー、ボクシー、ジムキルだ。ドミックリバイロ、ニュータイミング、ワンチャンスを作った、ホームイッツ、人数より DRX、 トッパイヤー、打たった、排除していないぞ。ナイスロック、ピークをした、時間を稼ぐ、重攻だけ、おー、DRX スリフティーだ。あ、このタイミングでミッド側、まあ、中央トップにスモークもらっていますね。肩に隠れてるダーク、ドライ進行、あー、横向いてるか、それはマジでバッドタイミングすぎるな。 A サイト切り開くか、サイト上からベインがやってきた、手前に切るしかなかった。クローニクルのリコンボルト、足を滑らせたか、そんな適当なところで死ぬの、それただのキャラコンミスでしょ。出るでしょう。え、何、クロニクルにぶつかった、ラウンドしたか、絶望的ですね、はい、確実に取り切ろうとヌルコマンドも切りました。フォクシーナイン完璧に満ちたね。メインにリコンボルト、これは分かってる、苦しいですね。削りを狙いに行きます。ラウンド取得は DRX、 なるほど、ここでやるんすよね。ここは落下しめちゃくちゃ起きます。出た瞬間に DRX の進行が始まるか、戻りましたよ、戻りました、気づいた、サイト上エントリー、フラッシュ合わせ、いや素晴らしい合わせ、完璧、完璧、うわー、ブリンク、フォクシーナインがバズを送り出した、気持ちいい、気持ちいい、レッツゴー、レッツゴー、バズマジで、俺の友達強いな、外側に入り込んでるところを抑えることができる。ブリッジの射線は後続の仲間に託した、ストッピング、正面に集中するが、ロックダウン切った、ちょっと分かんなくなったんだけど、3対2、だいぶ時間使ってますからね。正面のチャイ、アルファイア、会場に入るか、ソーバウルと噛みすぎ、ハンターチューリー、ただハーフ、え、間に合う、嘘だろ、ノーハンターチューリーからの B ローテート、オールドローンからのセットアップを狙うか。ただエントリーポジションにはナノスアームがあります。ゼロポイントにキルジョイは捕まりませんでした。エントリーラインが限定されるのか、ヒロが単独スモークだか、隠れている、この勝負でロマンピック、ガーディアンズ、しかし懐まで入ってるバズのダブルキルだ。ここぞでのこのバズの思い切った勝負、突破力チームを引っ張ります。あ、切るしかないですからね。ディメンショナルドリフト取り返しが始まり、託してデンジャーを投げて外周一人見つけた、ブラインドサイド勝負に出たが、ボクシーナイン対応した、はい、行かれてる、まずい、おお、まずい、ギリギリのトップに逃げ切りました、木中ワンパン頭、マジで。そして偉かったのがここですね、ミッキーさんサブスクしたら彼女できて同棲して結婚しました、いつもありがとう。そこに対してフラッシュバックはカバーをあえて取っていないんですね。俺ももうそろそろ結婚しようかな、まあ、そう、借金あっても結婚できる人がいい、相手なんて無限だぞ、俺結構モテるからな、こう見えて。質問なんだ、疑問なんだけど、なんでサブスクライブ感じできるの、ご利益でしょ。俺サブスクライブって俺一種の宗教だと思ってるからね、道っていう神様を称えることによってご利益がもらえるんだよね、これマジ。年下派、年上派、俺年上じゃないと無理だな、女の子。リオンから乗り換えたけど世界変わった。今度イベントあったら妻連れて会いに行きます。嬉しい。いない場所が多いんですね、はい、そこには付き合わない判断です。
さあ、釣りからのエントリーです。ただパラノイアを入れて当たりに行った。打ち勝ったのはバックです。サイトなんかのボースターも下がれません。横をついてワンピックを狙いますが挟まれました。マコのワンピック、ただブームボット近くからの射出だったので避けられませんでした。さらにサイトラカ、それをマコ一人持っていった。下がれない位置でのワンピック。しかし A リンクからの取り返しでアルファイアフラッシュバックを落としました。ただこの辺が強い 1v2 向こうとのアルファイア、ここでの2段を組んでいる。うおー、アルファイア。ただアラムボットは破壊できませんでした。え、今日もホームラン打ったの？この角度。パラノイア。唯一。ああ、カバーしたかった。それ。クロリクルのワンピック、そしてアルファイアが前に入ってきた。人数よりフナティックです。4対3。盗塁もできるんだ。当たっていそうでしたけれども、奥のプレイヤーからのスモークの木でした。いやー、正直汗のニュースなんて見ないからな。オペレーター、オクシナイン、かつてはジェットの名手、スナイパーも慣れている。抜いた。ホーリーシット。人数イブン、ベンドロチャイマコ、しかしクロニクルベインマジで食らっちゃうの。アルファイアのキルによってワンブイツ。ただクロニクル体力が少ないのでベインマジで頼む、ね、残ったなベイン。あと見えた。おお。おお。いや、正面からナイトホールでいきますか。サイトに対してナイトホール。スネークバイトの返しがありましたが、ショーストッパー。丁寧に打ち込んでいきます。本当、映ったところに対してまずトップ側シーズの返し。ああ、クラブのボットにはペイントダウンを入れてリテイクに対する遅延を行っている。ただ、ショーストッパー蹴った。真下に打ち込んでフラッシュバックを落としました。ただ人数よりはまだ DRX です。マジで手前の取り返し、おっ、ジャッジがうまくいった。中入り込みました。あ、ちょっと待って、フォクシー外していいかも。それスマホに打ち込んだチャンスありますよ。ちょっと良くないね。ただフォクシー内のヘッドハンター、ボーサーがカバーを取って、いや、これ気づいてそう。 1v1 ほんと角が切れた。体が見えたが、レインの駆け引き、あ、終わった。うまい。先ほどのクラッチを見せたレインの少人数戦のうまさが出ました。4対2、DRX2 本リードです。エントリーのタイミングに対してヒロとダークどう動くか。うまく抜いた。メインのスモーク機、ファーストブラッターヒロが取った。さあ、でもだいぶアビリティも消耗していますよ、 DRX。設置できたとしてもどこか強引に行かないと難しいと思うんですけれども。そうですね、エリアをどう広げるか。ハビリティが少ないんですよね。ホントとプラウラ一つ、レインのスキル回しが重要になりそうですが、アッパー側です。さらにはシーズかわすことはできていそうですけれども、このアッパーの位置に対しては B メインから射線が通るタイミングですが、マコいいとこ抜いた。ただまだベイン、いいとこ抜いてる。車線全部押さえ切った。うわー、ここ B メージのマジかよこいつら。ラウンド取れた。本命は B、 手前のホーンとダークは勝負の機会を失った。抜けるタイミング、いやうそうそー、きたー。 C リンクからやばい、今のショット狙った。マコの位置も分かった。嘘くせえ、強すぎだろ今の。投げ払うように通気で持っていきました。メイン側へのプラウラ、ただまずは A リンク取り。またフェイクでしょうか。 A の配置を崩したいという狙いがあるとは思いますが、 A メイン手前釣り側のチャイオペレーター、打ち勝ったのはダーク。釣りに対してはショーストッパー、抜けていった。リンクに打ち込んだ、かわすことができました。手前にいたところはクロニクル、そしてダーク、フナティック逆襲。残ったのはマコ、 1v3。 シロードステップ抜けた先にもヒロです。6対4、2
2ラウンド連勝はフナティック。 A メインではボースター。一方 B では入ってきた。ああ泳がせる。マジだ。これはロケワンピック。それでもヒロ一人は削った。しかし人数よりは DRX テレポの先残っている。ただ逃げれない。カバーボードした。クロニクルダブルキルだ。当たってるね、フラッシュバック。これ今の壁抜きで。しかしバイパースピット。ただ接地音を出せば。クロニクル最強。本番大回りしますよ。出てきた。まずは切り替えた。ベンドガロチェイ強い。打ち勝った。これでラスト打ち確定した。おお、フラッシュバックに生かした。Bメインのアルファイヤーきっかけを作れるか。いやただ B がスモーク無視して抜けようとしてる。これでマークありますけれどね。そうなんですね。当たりに行ったがすごいヒロが打ち勝った。逃げ切れなかったのかな。しかし A リンクからのフラッシュバック。ただ B メイン時間なく B に抜けてくるところ A リンはマコ。じゃあノータイム。A リンクフラッシュバック。 B メイン抜けもフォクシーナインが抑えました。さあ先ほどのアウトローも健在。今回 B 早い展開、ダークが先頭で入っていきます。このようそしてパラノイアを B 面からもらって A リンク抜けていきましたが、マコのカバーが入ります。これバンダル回収できますね。入れていないところですが、 B メインからはクロニクル。いやいいオーバービーク。しかし DRX もキルトレードでは食らいついているものの、ああいうね、自分たちの味方がケツにいるとき、ああいうオーバーはどうしてもリロード中だったんで、シュックス。まず一発、一つ目7スタム。アウトロードリーム叶うか。まあ無理やな。え？破壊解除。アウトロー。いやナイス。しかしツリーからのアルファイヤー。死んだもんアルファイヤー。ナイスナイス。いやただこれはバッキー。そうですね。これでプラウラで手前をクリアにスタート回転ドアを開けることによってかわした。オペレーター対策の取得のはずなんですけど。かわしました。そしてファーストはフォクシーラインです。ないですからね。このオペレーターの存在を削るのは至難の技かとも思ったが。アルファイアが抜きました。そしてベンドリボーサが抜けた。ただここからもう帰る術はな い抜けるしかないところ。後続を抑えたのはベインです。いやボーサー殺せ、ボーサー殺せ、ボーサー殺せ。入ってるの分かってる、入ってるの分かってる。これボーサーが、まあ、そう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 、いいねいいねいいね。人数かけて殺しに行くタクが一番いい。ナイスだよ。これでズームフォーリテイクできますと。でマコがチェックしてるんですよ。いやマコそれピークしないのも偉いね。2つ3入ったのが見えた。確認しましたね。2人のポジションが割れましたね。設置に対して。おーマッコ、マッコ、マッコ。残り時間を見ても見えました。ギリギリまで釣って後続のバズに繋げました。10対6。4本リードを握っています。A リンクにはバズ。武器はクラシックのみ。クアドラキル。フルオート。レッツゴーマイフレンド。ナイトボールも構えている。ドライで抜けた。サイト手前からパラノイア。ただ。バズ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 。いやモンスターもようやった。おおおおおおお。合流だ。バンブイツ。切るしかない。ただ裏から。渾身のロックだ。やるわよ。位置が分かってから設置をする。うわマコお前今まで頑張ってきただろ。お前ならいけるマジで。しかも今のナノスアーム偉すぎるな。これアルファイアが下がってますよみたいな策になるんだよね。うわーこれアルファイア頭良すぎる。ナノスアーム1つ切ってサイトからいないんじゃないかと。マジで頭良すぎる。いかにも C サイト中の情報を取れてませんっていう。離れてるようにも見える。この釣り出し面白いぞ。うめぇ駆け引き。これ気づかなさそう。うわ木中アルファイアがそのスモークの中に隠れた。これ気づけないわ。スパイクに対してのスモーク、むしろありがとうと。うわぁはははは駆け引きだと。マコしかしマコスモークらかき返していた。ビーンバサミを狙っているようです。時間をだいぶ消耗してしまってますね。エリンから強気に打ち合う。ただ二人マコお前偉すぎる。マコも倒されないように粘る。マコマコマコオペレーターヘッドハンター。時間がない。もう時間はありません。おお DG レッツゴー。どん底から這い上がってきた。レッツゴー。
いいねー。フレ